それでは早速ゲストに登場してもらいましょう。どうぞ。ファンタスティックスフロムエグザイルトライブの佐藤大輝です。バリスティックボーイズフロムエグザイルトライブの深堀美久です。あーよろしくお願いします。よく来てくれた森さん、ありがとう。すげー安心感。嬉しいな。いやほんと来てくれてありがとう。いやいやこちらこそ。いやマジイカちゃんと二人だったら、はい、おほんと俺ぶっ壊れんじゃねえかな。なんで安心ですね。思ってたんで。いやでもなんかさ、この2人の組み合わせって、はい、なんかあるの、うん、昔から仲いいよね、ま、でもめちゃくちゃ仲いいっすね、はい、そうなんだ。あ、そうなんだ。もうお兄ちゃん的存在ですね、大輝と。マジで、はい、よくお互いの家とか泊まり合ってましたね。そうなんだ、はい、え、じゃあ何、ミクの家に大輝行くの？行ったりも。そうですね、もう本当僕のおばあちゃんにめちゃくちゃお世話してますしてもらったね。あ、料理作ってもらったり。そうなんだ、うん、え、2人ともイカちゃんは知ってますか？知ってます。え、なー、本当におかしいです。いや、イカちゃん自分が思ってるよりめっちゃ有名ですよ。いや、ちょっと待って、だってこんな有名な人に言われたらもうイカ本当に落ち着いて。イカちゃんが本当に無理。照れてゆで囲みで上がれなくて。イカ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 。最近どうなんですか、お二人は？そうですね、まあ、最近はまあ、EXILE としては、うん、幅並ぶっていう曲があって、いい、その夏ソングなんですけども、うん、そのミュージックビデオ撮影があったりとか、うん、テレビ番組で結構歌唱したり、ね、あとファンタスティックスっていうグループもやってるんですけど、うん、セカンドアルバムが8月18日にリリースされるので、うん、それに向けてのプロモーションだったりやってますね、はい、それで来たな。それで来ました、はい、どうもさ、すぐ会いますみたいな、なんかマネージャーもすげえこう今プロモーションね、はい、ウィークなんだろうね、いろんな意味で。そうですね、そうか。え、ミクは？僕たちはですね、うん、ちょうど8月4日に、うん、ニューシングルの、まあ、サワーベイビーを、うん、リリースさせていただくので、うん、まあ、それの本当プロモーションだったりとか、うん、お前もそれできたか。タイミングがちょっと上手く、そうだね、はい、よかったよね、うまくあったか、はい、うん、こういう組み合わせで結構何ファンタとバリいろんな組み合わせでいろんなところに2組で行ってたりするの？いや初めてだよね。初めてですね、はい、それは初めてだよ。こういった形は、はい、なんかもうよく一緒にやってるみたいな全然感じ。そうなんだ。え、いつも何どんな会話してんの2人は？ま、基本ミクは、うん、ずっと弟みたいな感じなんで、うん、人前にいない時タメ口で話してくる。マジか。え、なに、え、大輝ってさとか言うの？いやいや、さすがにくん付けはしてるんですけど、うん、もうほんと昔からほんともう僕がほんと中1とかの頃から、うん、もうずっとお兄ちゃん的存在だったんで、まあそれで、まあこういう風な立場になって行った時も大輝くんが、うん、もうミクは普段は、うん、タメ語でいいよって、うん、こっちの方がいつもっぽいから言ってくださって、うん、はい、それでタメ語で話させてくれます。すごー、もう大輝がお兄さんだもんね。いや、そっか、ノリさんはまだ僕ね、あれですよね、年下っていうかそういう末っ子なイメージありますよね。末っ子も末っ子だよ。そうか、ちゃんとお兄ちゃんしますよ。前までは、うん、本当僕が中学生の頃は、うん、2人で回転寿司行ったのに、うん、もう今じゃもうカウンターの、うん、本当にすごいですね。やっぱエグザイルになると食べるものが違いますか？いやいや違う、いやいやいや、もう本当もう埼玉から恵比寿になっちゃって。そうだよな。本当に恵比寿のカウンターってすごいですね。でもミクはあれだから最初俺出会ってる時ね。そうですね、僕もちょうど舞台で、ね、はい、中1の時ですね、うん、中1すごい、そう一緒に舞台に上がってて、すごい、もうなんか世界が違います、ちょっと本当に。え、舞台、はい、え、でもイカちゃんはさ、なんかそういうなんかお姉さんみたいな芸人さんとかいるの？イカのお姉さんですか？うん、え、だから本当にだからそれこそ同じ事務所だと光浦さんとかもお姉さんというか、あ、本当素晴らしきお姉さん。え、でも先輩芸人とかさ、はい、男性の人もいるじゃない？はい、だから結構よく連れてってくれるみたいな人、はい、ドランクドラゴンさんが結構一緒にお仕事させてもらってるので、うんうん、連れてったりしてくれます。つかじさん、つかじ、なんかつかじさんはすごい美味しい食べ物屋さんとかすげえ知ってそうですね。基本焼肉です。そうなんだ。
そのなんか塚地さんすごいのはあの年になられてもめちゃくちゃカルビとか行くんですよ。油を油を摂取するからすごいどんどん大きくなる。すごい本当に。じゃあさ、なんかあれイカちゃんが、はい、オリジナル占い、はい、あるの、はい、あ、そうなんです。なんか最近、うん、なんかまあハマってることというか、うん、なんか人力車で占い部みたいなのが出来上がって、うん、でなんかちょっとだけ占いを教えてもらってたりして、うん、でその中でオリジナルのイカだけの占いをちょっと考えたですよ。あ、だから当たるか当たらないかは分かんないってことね。、まあ、でも当たりますよきっときっとね。なんか出てきたよ。ちょっと見えないからさ、ごめんなさいって感じなんですけど、なんかもう中さんみたいな。手作り感が、手作り感のなんか、まあ説明するとなんか円形の4分割されてんのかな。あ、そうです、そうです。色が、え、緑と青とピンクと黄色。はい、それでなんかが分かるのかな。そうです。それに、はい、このちびいか占いっていう占いなんですけど、うん、このちっちゃいイカたちはですね、うん、あの転がして、うん、それで皆さんを占うというやつです。あ、なるほど。あ、なるほど。それ転がすのはイカちゃんなの。イカ、イカちゃん。イカです。イカちゃんが転がして俺たち3人を占うの。はい。あ、そうなんだ。もうじゃあイカちゃん次第だね。いや、間違いない。でも念を込めるんで、ね、念を。あ、そうなんだ。そう、ノリさん最近ですね。あ、俺から一人ずつ行くの。はい。あ、じゃあなんかどう、何をうな、あの占うんですかね。あ、確かに。じゃあ2021年を占いましょう。分かりました。もう半分終わりました。もう半分ね。もう半分をね、お願いします。じゃあ行きますね。ノリさん、あ、いいです、いいです。あ、本当？結構、あ、幸せの魚がノリさんのところに今泳いできてるので、うん、はい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 、泳いできましたよ。あれ、はい、ピンときてます。ピンときてます。うわ、当たった。やった。 あとは、うん、あのもう普通に生きてれば、うん、あの自然と流れてくるって出てます。雑。でもめっちゃ出てる。本当？本当に普通にしていいよっていう魚が、うん、まずこれがノリさんなんですよ。あ、そうね。あ、アフロみたいなね。あ、イカ、イカ、イカ。あ、イカなのそれ。イカの髪型なんですけど、うん、あのイカのねマスコットがノリさんということにして、うんうん、で近くに青い魚がいるんですけど、うん、はいはい、これがなんか普通に今まで通り行ってればいいよっていう感じなんだ。でこの魚が幸せを運んできてくれる魚なんですよ。そうなんだ。それがもう来てるんで、うん、あ、俺にね、はい、向かってきてるんで、うん、もう本当にこれから幸せ待ち遠しです。マジで。超嬉しいんだけど、はい、ちょっと本当にだから あんまり、うん、珍しいことはせずに。あんまり珍しいことはせずに、あの普通に来てください。今あることを一生懸命やればいいのね。はい、分かった。イカちゃんありがとう。いや、おいおい、これ当たるぞ。やったー。じゃあ次どっち行きます。じゃあ大輝さん。はい、分かりました。行きますね。大輝、大輝さん。あ、あ、なるほど。あ、え、いいよいいよ。え、ちょっと行っちゃってください。行っちゃって、女性絡みも大丈夫ですよ。全然もうちょっとあの本当に女性が来ますね。うん、いるの。え、でももういるのか、本当に近くにいます、うん、結構。だから占いだから、占いなんで、はい、結構近くにあの女性がいるんですけど、はい、ちょっと大輝さんはまだ気づいてないと思うんですよね。あ、この女性が大輝のこと好きだって思ってんだけど、大輝気づいてないの。はい、気づいてないんで、同感かな。大輝気づいてない。そんなこともわかるんですよ。すごいな。本当オリジナルですよね。オリジナルです。すごいな。作りました全部。へー。だから本当にあの下半期はちょっと恋が、もしかしたら皆さん恋があるかもしれませんよ。本当。まあ俺既婚者だけどね。うわー。じゃあミクだね。はい、ミクさん。怖いな。いきますね。ミクさん。あー、おー、おー、ちょっとなんかちょっと幸せの魚が来てるんですけど、うん、その上に、うん、ちょっとあんま良くないイカが。
してるんですよ。なるほど。だから、はい、でここは海じゃないですか、うん、ちょっともしかしたら海には要注意かもしれません。え、なんですかそれ。これから夏っていうのが怖いじゃないですか。そだから夏はね、海とね遊びたいと思うんですけど、うん、ちょっと海行くときは要注意して見てほしいですね。わかりました。なるほどね。だからなんか壁が、大きな壁が出てくると思います。海にはい、マジですか。だから海の仕事はちょっとむず難しい。なるほどね。海の仕事だからさ、海系でミュージックビデオ撮ると、はい、雨が降るんじゃない、はい、あそういうことか。そうかも。なるほど、うん、そういうことですかね。わかんないけど、もうなんか逆に当たってほしいから降ってほしいですけど。仕事とかはどうなの。仕事とか、仕事は、うん、あ、でも仕事はいいと思います。お、なんかこの青いイカが、まあ、仕事を結構モチーフにしてるんですけど、うん、このてっぺんにも乗ってるので、うん、これからでも裏返してるからまだうまくはいってないけど、うん、これからちょっと登っていくぞっていう兆しはあります。来るね、これから。ミク来ますかね。来ます。いいな、この裏な。嬉しい。でも大輝の仕事も見てもらいたかったね。あ、そうですね。あ、もう一回行きますよ。もう一回できるの。はい、もう一回できます。もう一回できるんですね。はい、仕事をね。うん、うん、うん。オッケー、行きますね。大輝さん。あー、ちょっと遠い。ちょっと遠い。何っぽいんですか。ちょっと、仕事が遠いんですけど、うん、距離的に。うん、でも、今キャンプが結構流行ってるじゃないですか。流行ってますね、芸人さんとかも。で、うん、今ちょっと森にその大輝さんのお仕事のイカがいるので、うん、キャンプ系のお仕事とか意外と来るかもしれない。なるほど。マジですか。キャンプとかそういう緑、自然の仕事が増えるかもしれない。なんか心当たりあります？ないですね。え、自然は好きですか？自然は大好きです。あ、それこそ水とか海とか大好きですけど。はい、森の仕事、来るかもしれないです。本当に。森の仕事大切にしたら、うまくいきます。わかりました。ありがとうございます。ネイチャー系のね。そうですね。そうか。なんだろうね。面白いな、これ。面白い。はい、なんか、テレビでやってる日も、そう遠くない気がします。本当ですか、うん、ちょっと、言っといていろんなとこでお願いします。面白いもん、ね。え、なんで急にこれをやろうとしたの。え、なんかその占い部で占いの勉強してて、うん、結構みんな本当にザ占いなんですよ、うん、でもいかがなんかそんないっぱい言葉を覚えられなくて、うん、でなんかそのオリジナルで作ったらもう全部自分で解釈できて、うん、言えるからって言って、うん、でもそれもちゃんと自分で決めれば占いになるよっていうお偉い占い先生に言われて、うんうん、自分でちょっと作ったんですよね。なるほど、すごいですね。どうなの、そのいろんな人にやってみてさ、はい、当たったとか当たってないよって どう反応は。でもめっちゃ当たってます。でも本当に、まあ、そんな深くまではいけないんですけど、でも、まあ、楽しければ何でもいいですよね。まあ、そうだよね、はい、会話になるもんね。そっか、嬉しい。でも今日できたの。いや、嬉しいよ、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。今までしたことあるんですか、うん、占いは。占いすごいするよ。僕もしますね。そうなんですか、うんうん、その時当たってます。やっぱ俺結構その占いの人に、はい、いろいろこう1年一番最初に話をしたりとかする。へえ、そうなんですね。で占ってもらうんですか、1年の。一番最初のその出会いが、はい、誰かの誕生日だったんだけど、うん、で飲んでて、したらその方がすごいこう占いができる方で、はい、でその方が、あ、ちょっと占ってみていいですか、占っていただいてもって言ったら、あ、いいですよなんて言って占ってくれたら、はい、あ、結婚するんだったらもう年内にしないと、はい、お、年明けすると分かりますよ。それでうーと思って、で年内に席入れたの。その言葉を信じて。そう、でもなんか嫌じゃん。年明けし、それで言われたのに。だから、なんか変なこと言わないでよとか思ったけど、で、そこからなんかこう、まあでもせっかくだから見てもらおうかななんて思って。すごい。きっかけが。すごいなぁ。そう。なんか大輝は？僕もそうですね、一緒に食事の場とかで、たまたま出会った占い師さんに見てもらったらめちゃくちゃ当たってたんで、そこから連絡先交換して、なんかこう、半年に1回ぐらい見てもらってますね。
そうだよ、なんか見てもらった方がなんか、あ、そうなんだ今自分とか思うもん、はい、安心するんですよね、見てないんですよ、僕あの YouTube で見てますね。 YouTube でタロットカードで、タロットカードでなんか占いをしてくれて、なんか最初に例えば3枚ぐらい出して、で一番目のいったカードの、このカードに目いった方はこういう、こういう、なるほど、それも結構当たってるんですよ、意外と。すごい。それ友達から聞いて、なんかいろいろ暇な時ちょっと見たりしてますね。時代リモートみたいな感じだもんね、誰でもできるみたいな。そうですね、そうか、俺たちなんか会って話さないと、みたいなところが。大輝もまだこっち側でしょ。はい、そうです、完全にそう。それちょっとあるもんね。いかちゃんはその、はい、何、みんなで作ろうと思った、はい、なんかその芸人仲間で、なんで占い、やっぱ女子が好きだから、そういう占いが。いや、なんかもともと、あの先輩のラバーガールの飛永さんが、あの占いの番組をやってて、でその番組が終わったんですけど、占いの先生といろんななんかつながりができて、そういうなんか会を作ろうみたいなんで、あのやる人いたらみたいなんて言われたんで、やりますみたいな。でしかも一回結構その恋愛のものが大好きで、あの占いももう恋愛を占うことが結構女子は多いから、やっぱそれやっといたらいろんな恋愛をこう占えると思って、すっごいやりたくなってやったんですけど、でも結構本当にあのリモートとかで、なんか恋愛占いあのしてほしいとか言ってくださることもあって、結構いろんな女性の恋愛に相談乗ってます。一番恋愛相談多いの誰？誰？芸人さん。いやでもまだ全然あのそのあの本当一般の人とかを今占って練習させてる。そうなんだ、はい、いやちょっとね、いいね、嬉しい。これでも特技にこれから書いて、そうですね、はい、なんか本当当たったっていう証明が欲しいので、そうですよね、あの皆さんお願いします。じゃ森の仕事来たら言いますね。3人占ってもらったって。森の仕事来たら本当言ってください。わかりました。森の仕事って面白いね。聞いたことないな。でももしかしたらさ、はい、逆に森森さんから来る仕事とかさ。そういうことか。そっちの森ですか。名前に森がついてる人から来る仕事っていうのもあるかもよ。確かに。あ、じゃあ僕もそうなのかもしれないですね。あの、メンバーに貝沼流星っているんですけど、流星に気をつけろってことです。気をつけろに入ってるからね。なるほどね。気をつけろ。そういうことか。いろんなパターンもあるよね。なるほど、なるほど。そういう感じでもいいもんね。そういう感じも。確かに流星に気をつけろ。面白いね。結構普段から気をつけたり。やめろやめろ。いやー、最高だったな。イカちゃん、ありがとうございました。ノリノリで行こうぜ。さあ、それではここで一曲聴いていただきましょう。やっぱり二人来ていただいてるから、ね、うん、え、どうする曲。だってプロモーションで二人来てるわけですよ。バッティングするっていうね。ねえねえねえ。一曲しかかけれないかな。どうするの、それはもう、兄貴に譲りますよ。いいですか、ちょっと。一応立場というもの。兄貴。すいません。縦社会っていうのをきっちり見せつけたいと思います。そんな冗談さて。はい。僕たち、ファンタスティックス8月18日にアルバムをリリースさせていただくんですけども、そのリード曲、この曲を聴いてください。ファンタスティックスでドライブミークレイジー。森の健康で、この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。 FM 愛知のホームページのメッセージ&リクエストからノリノリで行こうぜを選択してメッセージを送信してください。ということで、うん、早かったね。早かったですね。やっぱりね、2人がいると安心して俺もこううまく話せる。ノリノリでしたね今日。めちゃくちゃノリノリだった。すごかったですよ。ノリノリ。番組タイトル言ってくれてるんですか。すごい楽しかった。いやありがとうございます。っていうかもうあれ、これ4週連続で出てもらえるっていう、これを聞いてますけど、はい、いいですか。もちろんです。ありがとうございます。嬉しい。お願いします。ノリさんパワーだ。というわけで、はい、告知しましょうよ。ということでお願いしますよ、大輝。僕たち、そうですね、さっきも、あのこのラジオでかけさせてもらったんですけども、8月18日に、あの2枚目のアルバムが出ます、タイトルがファンタスティックボヤージュっていうタイトルなんですけども、なんか今までのファンタスティックスのイメージをちょっと一新して、新たな一歩を踏み出すみたいな決意表明を込めた一枚になってるんですけども、ぜひ聴いていただけたら。そしてあの DVD には、あのライブ&ドキュメンタリーも収録されていて、この間回っていたホールツアーの映像とドキュメンタリーの映像がこうガッチャンコした素晴らしい映像がついているので、ぜひ見て聴いて楽しんで
もらえたらなと思います。最高だね。欲しい。プレゼントします。ドキュメンタリーって一番見たいですもん ねですよね。やっぱ一番見たいです。嬉しい。本当に嬉しい。すごい、はい、さあミクは、はい、ありますもんね、はいはい。僕たちバリスティックボーイズはですね、8月4日に、ニューシングル、うん、サマーベイビーという、うん、曲を、うん、リリースさせていただくんですけど、うん、全4曲、収録されていまして、うん、まあ、去年のサマーハイプっていう、まあ、夏のソングとはまたちょっと違って少し大人びた、うん、サマーチューンになっています。そして DVD 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 何お前そこでまた可愛い挟むのすいません、あのちょっと仕切り直して、はい、DVD っていうのですね、まあ、ちょっとファンタスティックさんと被っちゃってるんですけど、あのライブ&ドキュメンタリーなるほどね、はい、ちょっと被っちゃってるので、あのそこは変更させていただこうかな、うん、そうだね、大丈夫、もうすぐリリースだけど間に合うかな頑張って、はい、うん、頑張って、はい、ほら先輩のドキュメンタリーとちょっと違うってことか。あ、そうですね、まあ、まあ僕たちあの待望 その単独ホールツアーが、うん、まあ去年、うん、まあ、中止になってしまって、まあ、今年やっとできたということで、うん、まあ、それについて、メンバーが熱く語っているので、うん、まあ、初めての試みっていう、うん、みんなの熱い気持ちをぜひ、うん、あの感じ取っていただけたらなと思います。いやー、楽しみだな。楽しみ。欲しい。欲しい。プレゼントさせていただきますちゃんと買いますよ、二人さあ、イカちゃんは何かあります、はい、イカはですね、うん、YouTube チャンネルを、うん、個人でやってて、イカちゃんとことこイカ散歩っていう YouTube チャンネルなんですけど、うん、本当になんかいろんなことをしてるので、うん、よかったらポチッとしてみてください。おー、ちょっと見てみよう。あ、本当ですか。ちょっと逆に恥ずかしいな。いやいやいや、どれぐらいの頻度で更新してるんですか、うん、今週1でやってて、結構料理が得意なんですけど、なので料理してる動画が最近結構多いですね。へー、逆にイカちゃんそれね、なんか持ってちゃうんじゃない。ねえ、待って、本当にそういうのだけ本当に勘弁勘弁なんすか。勘弁なんだ。本当に持てない。そうなの。でも前回来てた時よりもだってちょっと美しくなってます。ちょっと、あれ、だってノリさん本当にダメダメダメ、色っぽいですね。もう熱い、本当に熱い、もうどうしよう。そう、僕はですね、あれですね、はい、あのアイスボックスのそうだウェブ CM が今絶賛あの流れてるというか、ウェブで見れるんでね、ちょっとあのランプを、うん、夏の去年に引き続きなんですけど、うん、CM 撮らせてもらったんですけど、今回なんかちょっと強いメッセージ性を込めて、うん、なんか作ったんで、ちょっと皆さんに元気がないなとか、うん、なんか壁があって乗り越えられそうもないななんて、ちょっとこう自分の気持ちが落ちてる時に見てくれたら嬉しい、うん、なんて思ってます。めっちゃいいですよね。あ、本当？すごい好きです。見てくれた？僕あのライブ見に行って、うん、あの初めて解禁された時その場にいたんですけど、うんうん、会場そのライブで一番拍手を起こしました。マジで嬉しい。びっくりしましたね。本当？え、もういつでも言って、ファンタもバリも撮るから。いや、お願いしますぜひお願いします。撮りたい撮りたい。忙しいからな、ノリさん。本当に、いや、そんなことないよ。忙しいんですよ、ノリさんって。すごい。違います。なんか書いてるし、もうね、大輝に言われたらとか、ミグに言われたらもうすぐやんな。本当ですか。仲良い。マジですか。仲いいですよ。そうですよ。いいですね。仲いいですよ。まだ大輝みたいに寿司には連れてってないけどカウンターの ねまあちょっと落ち着いたら行きましょうね、はい、しましょう。じゃあ来週も皆さんよろしくお願いします。お願いします。それでは今回のノリノリでいこうぜはここまで。お相手は心のインサイドボクサー平沼ノリスタと、ファンタスティックスの佐藤大輝と、バリスティックボーイズの深堀美玖と、イカちゃんでした。さようなら。